一番吹くように胸の奥が乱れてる。突然の引っ越しを今さっき聞かされて立ち尽くす。昨日までそばにいた君がいなくなるなんて、明日からはねえだねと笑ったり泣いたりすればいいの。永遠の別れじゃない、いつかきっと帰ってくるよ。だから涙はそれまで取っておいて、いつもの笑顔で見送ってほしい。今君を遅くまでレッスンして、夢のために頑張ったね。喧嘩をして傷ついて慰めて仲直りしたあの日。